テンクロスサイトスクリプティング、脆弱性のあるサイトに悪意あるスクリプトを埋め込むこと。ドス攻撃、大量データの送付によるサーバダウン等で業務を妨害すること。ドス攻撃、多数のコンピュータから行うドス攻撃。テンハウジング、サーバを丸ごと預けて運用を委託する方法。ポスティング、専門業者のサーバの一部を借りる方法。中黒資格サイト売買の価格の目安売上の1年分、2年分くらい。顧客名簿あると付加価値つく。売るタイミングの見極め難しい。買えるのかを SLCP、ソフトウェアライフサイクルプロセス。1企画プロセス。システム化構想、経営ニーズにマッチした情報システムの全体像を作成。システム化計画、納期、コスト等のざっくり計画立案。モデリング、DFD 等を使って業務の流れを図解。米印 DFD データ、フロー、ダイアグラム、業務プロセスのモデリング。米印 ERs、データのモデリング。2、業務、要件定義プロセス。要件定義要求、利用者の要望、と、要件、対応可能な範囲、をすり合わせること。外部発注時は、RFI の依頼 RFP の提出を行う。RFI Request for Information、技術動向等の情報提供を依頼すること。RFP Request for Proposal、受領した RFI を踏まえ提出する提案依頼か。3開発プロセス。システム、ソフトウェアの要件定義方式設計詳細設計を行う。外部設計、利用者からま見える部分、内部設計、開発者にしか見えない部分、の順。方式設計要件定義で決まった項目の実現方法を明確にすること。詳細設計プログラミングの処理の流れ、アルゴリズム、を作成すること。詳細設計後、プログラミング、レビューデバッグ、テスト移行と進む。テストは単体、モジュール、結合、コンポーネント、システム運用の順。4運用プロセス。インシデント発生時、以下管理業務を行う。インシデント管理、運用の回復、問題管理、原因特定、修復をテスト環境で実施。変更管理、システム変更の検討、リリース管理、変更点の反映。構成管理、バージョン管理、最新構成、変更履歴の管理。ご保守プロセス。プロマネのミッション。1プロジェクト目的の明文化、プロジェクト検証。2進捗管理。WBS、プロジェクト階層分解による工数ま見えるか。ハローダイアグラム、作業の順序関係を図解。クリティカルパスがわかる。ガントチャート、作業進捗の予定と実績を比較。ITLIT インフラストラクターラライブラリー。IT サービスマネジメントにおけるベストプラクティス、成功事例、をまとめた書籍群。以下1、2からなる。1サービスデリバリー IT サービスの計画と改善手法に関する事例集。赤本。SLA サービスレベルアグリーメント。運用について、ユーザー企業と合意を取るべき項目。提供時間、稼働率など。2サービスサポート IT サービスにおける日々の運用に関する事例集。青本。サービスデスク、利用者からの問い合わせを一括で受ける窓口のこと。インシデント、問い合わせ事項は早期解決が大前提。ファシリティマネジメント、BCP など、設備そのものを正しく管理すること。開発モデル。ウォーターフォールモデル、各開発フェーズを一つずつ進める。スパイラルモデル、機能ごとに PDCA を回しながら開発する。プロトタイピングモデル、早期に試作品を作り、ユーザーチェックを行いながら開発する。買えるのかをアフィリエイト知識。成果の種類と報酬条件。1クリック報酬型、CPC 広告、とは、クリックされるだけで報酬がもらえる広告のこと。ハードルが低いとが、その反面、報酬単価も低いため、高収入を期待しづらい場合がある。2成果報酬型とは、クリック先の広告をもサイト上で商品購入などに至った時点で、購入金額に対して一定の比率、あるいは定額、の報酬が支払われる広告。成果報酬型の報酬条件は広告主によって異なる。成果報酬型オサム益か流れ、F2 と F3 は同時でもいい。F1、最初は普通のアフィリエイトサイトとして運営する。アドセンス、各アフィリエイト。F2、PV、SEO の成果が出れば点広告掲載、記事広告、PV 教えて等広告掲載の問い合わせが出てくるが制約まで至らないことが多くやり取りが面倒。